切ったね、チュールみたいな食ってんじゃないかこいつ。マジ？エロかったけどね、今口元。一瞬お花摘もうかな。お花摘んでからうんこしようかな。どうもノブロック TV です。本日のゲストはラランドの2人です。お願いします。100ボケ100ツッコミチャレンジセカンドシーズン。おセカンドシーズン、はい。うん、基本ルールは同じですが、偽番組の内容が、まあ、2回目に変えてます。はいはい、レアゾーンが新しく始めた通販番組っていう設定で、はい、前はフリマアプリでした、ね、前はフリマアプリ。なるほどなるほど。今回のターゲットは増田綾乃さんとですね、20歳のモデルさんです。ラランド2回目の挑戦。一番面白い M1 じゃないんだよお前M1 の出方だからさ。なんか扉あったら全部そうやって入ろうって思っちゃう。おはようございます。すいません、マスターしました。マスター綾乃です。マスターさん、ラランドのメスとラランドのオスです。言い方お前。よろしくお願いいたします。なんで生物学的に言うんだよお前。トツとボコで。やめろよ。どこの形状の話してる。君ちょっと右寄りの考えだからこっち行った方がいい。なんでだよ。うわこれ右寄りじゃねえよ。新しいなボケ。あ、全然座ってください。大丈夫です。思想は普通ですからね。どこ出身なんですか。愛知県です。愛知、名古屋。はい、名古屋。名古屋だ。珍しい。そんなことない。珍しくはないです。別にテレビとかあったんですか。あるに決まってんだから。どんだけ田舎だと思ってんだよ愛知。すみませんね、なんかね。お願いします。すみません、本当。俺の本読むなよ。不器用ですが、俺が自分が、はい、出した小説なんですけど、はい、いいよその俺の書いた小説読まなくていい。はずいから。めっちゃエロいな。エロいとこないよ。エロいこと書いてないから俺。男の子かお前な。おいチンポジチンポジ気にすんのお前。男の子かおい。休み時間中の男子高生じゃないんだから。ラランドニュース。いいよそのラランドのニュース調べなくて。ああ、コメント見ます。いいよそのニュースのコメントのとこ読まなくて。うんうんうん、いいこと書いてないんだから。西田の上に立っている感じを出してるのが苦手、できる女感が無理。なんでそんな悪口を見たいの今。すいません、ごめんなさい、いつもありがとうございます。いいですかまた。そう、 ID が確か163455。個人的に制裁を加えようとしちゃう。そうですね、ヤフコメです。はい、ヤフコメの言いますか。アンチコメントに。はい、あ、全然、はい、本当に表に出なければ何でも大丈夫。個人的制裁加えようとしてる。そうです。個人で行くなってお前。あんまりまだ相方いじらないと食えないんか。もうこんなクソ野郎とは縁を切ってピンで活動したらよい。相方を見るたびに胸クソ悪くなる。めちゃくちゃ可愛いわけではないがピンやれると思う。それはそうか。それはそうかったの。俺の悪口のやつだけ。そいつもなんか言えよお前。最初ホワイトハッカーか分からんけど。ホワイトハッカー。そいつ潰してくださいって言えって。ああ、うん、なるほどね。よし、競合競合競合だ。ダメだ。どんだけ CM ついてんの。やってねえだろ。ダメだ。食べるのはなかった。もう自分の持ってきたものしかない。もうそんなに CM がついてんだ。こんなに頑張ってても、うん、そう。もう携帯みたい。あの韓国語が書いてるお菓子。スポンサー多いから私。もうスポンサー多すぎてそれしか。そう、もうこういう声でしょ。うわ、汚ねチュールみたいな食ってんじゃないかこいつ。マジ。エロかったけどね今口元。なエロい食い方して。エロいなんか。かその何なの急なエロさ。ハンプティダンプティ。ちげえよお前。今日の衣装って誰が卵だよお前。卵つまようじ。じゃ卵つまようじじゃねえよ。卵つまようじ。胴がでかくて手足が短いだけだよ。うん、もう一回って。胴がでかくて手足が短いだけだよ。うんうんうん、ちょもう一回って。なんだお前、喧嘩腰か。なんださあ50超えたよ。何が喧嘩腰じゃねえかお前。喧嘩腰じゃねえかっつってんのかてめえ。いや言った喧嘩腰じゃねえのかっつったよお前な。喧嘩腰じゃねえのかっつってんだろてめえ。あ、なんだよお前な。なんだよお前なっつってんのかてめえ。柄の悪いインコじゃねえかお前。オウムやインコの類だよお前それ。おはよう。おはようじゃねえよお前。急にオウムじゃねえかマジの。マジのインコオウムの類じゃねえ。おはよう。いいあるけど。お父さんお帰り。そう、日常のことを覚えて。お父さんお帰り。今コン取って。
リビングとかに置いちゃうとね、こういうなんかリモコン取って周りの人が言ってるやつ覚えちゃうから、あん、あんあんリビングでエッチしてんなもんリビングで誰かエッチしたろ大谷世代でしょ、とあーそう、1994年生まれだから私、大谷翔平と同じ、うん、大谷小判世代でしょ誰が分かんだてめえ、おいちょめちょめクラブの大谷小判早乙女霊に改名したよお前この世代多いんだよな、有名人が、あー大谷世代、大谷世代はね、まあまあ確かに、うん、羽生結弦さんとかそうですよね、うん、どうした急に、おい、そうそうそう、どうした、いいでしょ大丈夫かなと思って、何でこの後そのファンの男と行くからえ脱ぐしね、ファンの男の家行くんかいこいつ、66そこがまず大問題だけど、手っ取り映えそんなこと言うやついねえよお前でもそうですかね、あそここら辺はよく見る健康器具っぽいね、ほんとだ、マジックハンドなんてあんだ、マジックハンド、まあ、遠目のものも取れるみたいな感じか、まあそういうことなんじゃない、あでもなんかいいね、今度なんか深夜の番組とかもし2人でやることあったら、おこれ西田がちょっとこう水着とか着てさ、お私がちょっと手上げてる状態で縛られてて、西田が俺が手上げてる状態で縛られてる、そうそうそう、とかで、なんか深夜帯の番組というか、ふいふいって言う、ふいふいふいって昭和のやつかお前昭和から来た終わった終わったバラエティ今後使うんじゃないこれ、だとしたら見込みが甘すぎる見込みが甘いってこれあれでしょ、イメージビデオでグラドルさんが乗って騎乗位に見えるように動けた、エロド用品じゃないよまんま言っちゃう、まんま言っちゃう、違うのバランスボールはそのなんかイメージビデオ、インナーマッスルを鍛えるとかそういうやつ、違うよこれ、グラビアの人が乗って上下運動してるのが騎乗位みたいだよねっていうグッズでしょ、バランスボール作った人もそこはすごく残念に思ってると思うそれはわかるよ、俺も違うの、これに乗りながら溶けてるアイスとか舐める器具じゃないの、どんだけ見てんだよイメージビデオ、イメージビデオ、違うの、これ座って、ここに座るの、そう、座って上下運動して、で、これこっちでこっちの手持って、で、こっちで食べて、で、これ食べながら、食べて、食べるの、うん、こうやって食べて、そうそう、美味しいって言って、それで美味しい美味しい、美味しい、新鮮、新鮮、うん、すっごいみずみずみずしい、すごいみずみずしい口の中濡れちゃうって言って、 BPO ブチ切れだよお前こんなん流れたらちょっと一瞬お花摘もうかな、あお花摘んでからうんこしようかな、いいないいないいないお花摘むの意味全くなかったな今、うんこは言っちゃうんだね、すいませんね本当ね、ごめんなさいね、早っ、緑に近い黄色何が出た何色の何が出たそれお前、エナドリ行ったからかな、尿がってこと、尿酸値が変、尿が緑色だった、尿がね、うん、え尿がちょっと濃かった、うん、何尿でしょ、うんうん、尿が緑色だったってこと、うん、ソファー座んな、なんで急に戻ってきたらなまったんだソファー座んな、なんで戻ってきて急に鉛出すの、収録するなら靴磨いた方がいいよ、靴磨いた方がいいよ、靴ねそう、なんで鉛って帰ってきたの、いえいえ、ちゃんとやった方がいいよ、もう待って今めっちゃカオスつまんないこいつが急に話まとめますから、この宅めっちゃカオス、一番つまんない、やめよちゃんとしよう、合コンで明確に外れの女寄ってきちゃった、急にお持ち帰られたいっすね、急にすぐ酔っちゃうね、あいつらできちゃった、普段はストゼロとかガブガブ飲んでんのにお前こういう場に行くとお前ちょっとシャンパン飲んでお前すぐ酔っちゃったってなんだよ待ってめっちゃ今カオス声でかくて周りの目を集めるだけ集めてね、ちょっと待って聞いて聞いて一回聞いて、何めっちゃカオス、そんなに集めるほどのことじゃねえよお前な、ちょっとトイレ行こう、いいそのボディタッチをわざわざボディタッチをいいんだよそういう女何の時間だったのこの合コン女を再現する時間終了です、ありがとうございます、終了です、終わった終わった
打ち合わせでこんな芸人ってボケるんだと思ったでしょ。入ってきた時から、うん、あもうテンション高いお二人のコンビなんだと思って、そんな芸人はいないです。逆なんで頭の2分で10ボケてたぜ、うん、ちょっとだけ嫌だったのは、うん、前回の成功体験から西田がすごいやっぱツッコミを技巧に行こうっていう、うんいやそういいだろ別に、なんかなんでだよとかで、うん、ワンカウントされるところを一回一回クッてしてからなんか長文で出すみたいなやってました。いいあそこのラグがあった。あのさあのラグあったでしょ。ラグあった。コメントを気にしたツッコミを。いいだろ別に。コメント欄向けにずっと言ってた。2年で技巧を身につけたとこ見せたいんだよ。